妻にも食べていただきます。美味しいよね。美味しい、いただきました。それでは次、シックスス。シックスっていうのちょっとわかんない、それじゃあシックストッピングはこちら。ウイスキーはお好きでしょう。はい、私の大好きなウイスキーでございます。これうまいでしょう、絶対。これがうまくなかったら私もウイスキーやめますよ。さあ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 、かけすぎないように。ああいいね。ああ、かけすぎたかな。まあ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 、私ね、ウイスキー好きなんでね、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。ああいいね。じゃあいただきます。うまいわ。あれです、ウイスキーボンボン、あれのね、バニラバージョンっていうのかな。なんで、うん、でもそういう感じだね。あのこう甘さの中にこうね、お酒が際立つっていうの、あれです、あれ。いや、これ美味しいな。うん、あのね、ウイスキー好きな人は結構いいと思うな、これ。でしかも何に言ったらウイスキーを多めにするとよりいいかも。あー、これいい。新しい酒の飲み方を開発してしまったな。後でもうちょっとやってみよう。さあ、やってまいりました、ラッキーセブン。7個目のトッピングはこちらです。キリン、ごま油。もちろんね、角屋純正のごま油ですね。みんなごま油好きでしょ。これもね、なんかネットで載ってたんで、多分ね、あの、間違いなく美味しいやつだと思うんですよ。これもかけすぎたら結構ね、危ないやつですね。あー、こんなもんかな。見た目は蜂蜜みたいですね。なんか美味しそう。ではでは、あー、でも美味しそう。いただきます。なるほどね。あの、純粋にアイスとごま油だわ。なんて言えばいいんだろう。あの、美味しいです。普通にマッチする感じ。なんて言うんだろう。まあ、ごまかな？ごまが乗ってる感じがするね。アイスにね。説明下手だな。食べればわかる。そう。食べて。食べればわかるから。さあ、終盤に差し掛かってきました。NEXT! トピック is... てでん、天かす。来ましたよ。天かすです。これ、うまいのかね。いや、これもね、ネットで調べたら出てきたんでね。いや、まあ、美味しいんだろうけど、ちょっと、あんま想像できないな。ちょっと、エビ味ついちゃってるから大丈夫かな。ちょっと不安なんですが、じゃあたっぷり天かすがついているところいただきます。うん、なるほど。エビが邪魔だね。多分ドノーマルなね、天かすだとね、いいのかもしれない。コーンフレークみたいな感じですね。あの、アイスの中でサクサク感があってね、食感は良かったんですけどね、あの、徐々にエビの味がしてきて、ちょっとそれがいただけないなぁ。でも多分ノーマル天かすだったらね、きっと美味しいと思います、これは。でもわかんないなぁ。なんかちょっとでも脂っこい気がするなぁ。まあ気になった方はぜひやってみてください。では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 、9th トッピング。もう9個目なんですね。早いなぁ。さあ、皆さんお気づきかもしれませんが、徐々に攻めていっています。9個目のトッピング、いきますよ。こちらです。じゃじゃん！なめたけです。なめたけ。これはかなり冒険だぞ。
これはね、どんなに調べてもね、ネットには載ってなかったですね。多分やったことある人いないんじゃないかなって気はしてるんだけど、でもこれこそね、みたらしっぽくなるんじゃないかなと俺は予想してるんですよ。こんなもんかな。はい、ではいただきます。あ、でも美味しそう。これありだな。やっぱね、予想してた通り、ちょっとみたらしっぽい。みたらしっぽい何か個体を食べてる感じ。難しい。なんて言えばいい。なめたけのみたらし味？まずそうに聞こえるけど、美味しいんですよ。甘い！わかるかな？わかんねえだろうな。もし勇気のある方はやってみてください。きっとまずくはないはず。俺の舌がおかしいのかな？さて、ついに10個目のトッピングになります。ちょっとね、動画が長くなりそうなんで、10個目でね、一回動画は区切ろうと思います。では今日のラスト、10個目のトッピングは、これだ！ビッグカツ！これはやったことある人いないでしょう。ビッグカツに、アイスをトッピングする。ん？逆だな。アイスにトッピング、いや、まあ同じようなもんか。ビッグカツにアイスを乗せて食べていくスタイルでいこうと思います。このしょっぱいのに甘いのに合うと思うんですよね。おそらく誰もやったことがないビッグカツの新しい食べ方です。これにアイスをちょこんと乗せて、おー、いいじゃないですか。なんかマヨネーズ乗ってるみたいだね。ではでは、食べますよ。いいですか？いきます。うん、ちょっとアイスが欲しい。ね、ビッグカツの味しかしねえ。いや、ビッグカツ強えな。いや、マジでアイスの味全然せえへんわ。ビッグカツすご。ちょっともう一回だけいきます。ちょこんと乗せまして、さっきよりちょっと多めにね、この辺クリームも乗せて。じゃあいきますよ。やっぱりビッグカツやー。結論、ビッグカツにアイスは勝てない。なんだ、つまんねー。そっかー、まあビッグカツ美味しいもんな。美味しい。はい、というわけで今日は40個あるうちの10個を使ってアイスにトッピングしてみました。いやー、なんかもうすごいね、いろんな味がね、押し寄せてきてね、ちょっと口の中がパニクってますね。いや、でもね、意外とやっぱどれも美味しいですね。個人的にはね、今回だとやっぱきな粉が一番美味しかったですかね。あとは醤油かな。醤油もね、みたらしっぽくなって美味しいですね。舞茸はね、ちょっと醤油には及ばないかな。なんかやっぱちょっと個体感が、あってね、ちょっと気持ち悪いかもしれない。あと、ビッグカツは、なしで。もうちょっと、うまくマッチングすると思ったんだけどな。ちょっとダメでしたね。まあ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 、40個もあるんでね、そりゃ合わないのもありますわ。さて、残りあと30個ですよ、皆さん。まだまだね、奇想天外なものが飛び出してくるので、今後もお楽しみに。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。またねー。いやー。はい。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価、
はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございます。ちょっとにやけないで。ちょっとダメやん。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。なんで笑うんだよ。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら登録。